はい、こんにちは。わーチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん。仮面ライダービルドのギャラクスエボルトリガーです。はい、2018年6月2日本日発売のデラックスエボルトニガー購入してきました、はい、仮面ライダーエボル最終フェーズ用のアイテム。そうですね、そうですね。じゃあ早速開けてみましょう。はい、はい、こちらがエボルトニガーですね。すごいかっこいいね、うん、白と黒 の、 あのブラックホールフォームをイメージしたデザインになってますね。めちゃめちゃかっこいいじゃん。ね、で上にボタンがあるね、うん、ね、ハザードトリガーと比較してみるとこんな感じですね、うん、ハザードよりも大きいね。そうだね、うん、落ちてるところが大きくなってるっぽい、ね、そうだね。あとはカバーがないね。そうだね、ハザードトリガーにはこの透明のカバーがあったんだけど、うん、エボルトリガーにはないですね。ない。なるほどね。この部分に絶縁シートがあります。取ってください。はい、OK、じゃあ早速ボタン押してみましょう。はい、オーバーザエボリューションって言ってたね。すごい。もう一回押すと、オーバーザレボリューション、ね、オーバーオーバーね。あ、これ待機音だ、うん、これはフィーバーフローモードだね。あー、なるほどね。これはドライバーに刺した状態でやる。そうだね。ではエボルドライバーで聞いてみましょう。はい、これで変身したわけだ。すごい暗黒だったね。暗黒だね、ブラックホールだね。ブラックじゃあ続いて必殺技ですね。レバーを回転。こんな感じ。ちょっとおとなしめだったね。で、最後にフィーバーフローモードだね。フィーバーフローモードは、このエボルトリガーのボタンをもう一回押します。はい。オーバー、オーバーザ、レボリューション。じゃあこのフィーバーフローモードで必殺技お願いします。はい、はい、じゃあここから恒例のですね、変身対決だね、はい、こうね、ボトルとかハザードトリガーとかエボルトリガー刺してどっちが変身音を早く終わるか、うん、必殺音が早く終わるか勝負したいなと思います。はい、じゃあまずは電源入れようか、せーの、よし、じゃあいくよ、うん、いくよ、せーの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 、変身汚染じゃねえの。じゃあ必殺技でいきましょう。せーの、
ました。じゃあ今度はオーバーフローとフィーバーフローなんだけど、この場合はこれね、こいつ必要なんでね、だちょっと待っててくださいね。いくぞ。せーの。そんなバカな、入れやつなのに入れのに負けた必殺技だな。せーの。ということで3勝1敗でビルドドライバーの勝ちだな。ビルドドライバー強くない？早いね、うん、だからラビットラビットだけちょっと早いのに遅いだったね。はい、ということで今回は仮面ライダービルドのギャラクスエボルトリガーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなってか気に入ったなと思った方でいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回の締め動画いつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで